クラリネット五重奏曲変路町長作品34はカール・マリア・フォン・ウェーバーが作曲したクラリネットと弦楽四重奏のための室内楽曲。ハインリヒ・ヨゼフ・ベールマンのために1811年に作曲が始められたが、ウェーバーの生活が安定しなかったため作曲は遅れ、1813年2月14日のベールマンの誕生日に第三楽章までが送られた。 その後1815年8月25日のベールマンの生命祝日に第4楽章が贈られ、同年中に初演も行われた。クラリネット五重奏曲の編成の代表的作品として、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの計581、ヨハネス・ブラームスの作品115と並んで、よく演奏される。しかしクラリネットに高度な技巧を要求される反面、 弦楽が比較的単純な伴奏に回る場面が多く、弦楽との室内楽的な調和を見せる蒸気の作品と比べると、処方は競争曲に近い。実際に、編曲により、弦楽パートを弦楽合奏に変えた、クラリネット競争曲の形式での録音も少なくない。4楽章からなり、演奏時間は25分程度。ボルフガングマイヤー、アイスラークイーンテッドモーツァルトエーバー、 ブリス、クラリネットクイーンテッツの CD 解説書。ありがとうございます。